はい、おはようございます。現在ね、時刻がね6時5分なんですけども、現在私はね東京駅の東北新幹線ホームにいます。今日はねこれからね、6時12分発の、はやぶさ209号に乗って、仙台まで行きます。この6時12分発のね東北新幹線はやぶさ209号に乗って仙台まで行くんですけども、通常東北新幹線はやぶさというのは東京から仙台1時間30分約90分で結んでるんですけれども、実は3月16日にあった地震の影響で、一部区間が運休しまして、ただね、4月の14日に全線が復旧したんですけども、速度規制と、一部区間徐行の影響で、通常よりも36分遅い2時間6分かけて、仙台まで行きます。6時12分に東京を出発するんですが、仙台に到着が8時18分です。5月の13日からね、通常ダイヤに戻るということなので楽しみですよね。今日はねこの新幹線に乗って、仙台まで2時間6分かけて行こうと思います。東北新幹線のはやぶさというのは、大宮から宇都宮までは最高速度が275キロになってまして、宇都宮から先が最高速度320キロになるんですけども、今宇都宮の手前なんですが、だいたいスピードがこんくらい225キロくらいですね。今さっきは235、6キロくらいまでで走ったので、通常よりも50キロから40キロから50キロくらいスピードを落として走っております。通常ですね、まもなく宇都宮を通過してからスピードを上げて320キロまでスピードを上げるんですけども、この後どうなるのかな、ちょっと見てみましょう。宇都宮駅を通過します。
はい、宇都宮駅を通過しております。通常ですとここからスピードを上げて、最高速度320キロになるんですけれども、どうでしょうか。若干ねスピードが上がってきてる感じがしますね。ついにね、時速がね100キロを割ってしまいました。時速99キロ98キロくらいで走っております。Thank you.
はい、8時18分仙台に到着しました。東京から、2時間6分かけて、仙台まで到着したしました、通常のはやぶさよりも、約36分、長い時間かかったんですけれども、福島を過ぎてからですね、スピードが、だいたい100キロ90キロから100キロくらいになったりとかしてたんですけども、ちょうどいい時間かなと思います。5月13日から、早く、通常ダイヤに戻るので、東京から、仙台までもわずか1時間30分で、行くことができます。205が仙台駅を出発しました。この新幹線ね、新青森行きになってます。今回の動画はここまでです。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。